ラジオです。そうで今日もやっていくんですけど今日ね、まあとりあえずそのまあアメリカの今多分滞在、まあ、3日目かな3日目なんですけど、まあ、ね、それまでにね会ったこととか、まあ、あとダルビッシュさんとなんかいろいろ話してもらったりだとかキャッチボールしてね、その時のね様子とか、まあ、動画撮ったんで、ね、そちらの方見てくださいということでどうぞ。これから朝ごはんです。ちょっとね適当に歩きすぎてるけど、いやそうですよ、ね、レストランの場所とか一切知らずに歩いてます。マジで、あスターバックスあるっすね。あマジですか、行こうか。じゃあスターバックス行ってきます。はい、ということで、着きましたね、レストラン。やっとやばい、ね、いろんな人に聞いて、そう結局あの後あのロビーに戻ってあの聞いてね、それで地図に書いてもらってきたんですけど、そう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 。ということで、まあね、なんかもう英語すぎて読めないんですけど、 Two eggs any style。 あ、うまそう、もううまい。 Hey, good morning。 Good morning。 Yes。 あ、こっちか。あ、コーヒー、あ、コーヒーじゃない、コーヒー飲めない。あ、そっか。Thank you。 Thank you。I'll be right back。 いや、カスを落ちました。ちょっと大吉さんコーヒー飲めないのに断れなかった。僕飲みますよ。本当ですか。僕大好きなんで回ってるじゃないですか。来ましたね、朝飯が。初、アメリカの初飯っすよね。そうです。昨日の夜は何もしないで寝たんで、まあちょっと食ってみたいと思います。初飯は、はい、じゃがいもっす。行きましょう。アメリカ、すでにアメリカ、すでに俺も行こうってことで、ライクさん映ってない、ライクさん映ってない、はい、ってことで、僕もいただきたいと思います。とりあえず俺もジャガから行こうかな。なんというの、Thank you。 話しかけましたね。だから知ってる。ワイもジャガ、はい、ジャガ行きます。あ、鳥が飛んでる。ああ、はいはい、どうすか、アメリカン。はい、もう僕らもうあれですね、リポーターだね、失格です。はい、まあちょっと球場に着いたんですけど、緊張してきた。これやばくないですか、緊張してきた。これやばいっすよね。グッズとかも買いたいな。グッズも爆買いで、爆買いでいきますか。ライキさん爆買いでいきましょう。お願いします。やばい、これちょっとテンション上がるっすね。くさがるな、ほんとに。海外の球場ってなんか、またメジャーっすよ。そうっすよね。ってことでですね、ちょっと待ってください、あの、はいはい、僕ここにいますっていうのを伝えます。なるほど、はい、いや今ですね、このグッズをね、めちゃくちゃ買ってきたっす。もう、球場さんとちょっと買っちゃいました。爆買いしました。僕ね、2万5千円分ぐらいですかね。これ4万5千円。あげー。もう普通に、もうね、普段着用としてもね、めっちゃ買っちゃいました。人生すぎますね。やばいですね、これビルディングセブン。まさか、ちょっと切ります。やばい、すいません、ちょ今からキャッチボールしてもらいます。お願いします。やばい、マジでやばい、これ本当にやばい。ちょっとどうしよう、俺どこに置こうかな。待って、打つな。いや、危ねえ。ちょ、ダルビッシュさんとか飛ばさんでくださいよ、ちょっと。危ないです、危ないです。うおー、バッティング、いいバッティング。うわすごい。いや、あれメジャーリーガーもしかして。いや、打っていく。
これすいや打つな打つな、うわ、いやでもホームランってそしたらものすごいっすね。いやいやいやすごい、マジですか、こんなが夢夢オブ夢、もう一回打ちたいですね。えじゃあ来いや、あ、声取れ声取れ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 る、あはい、来ました、アメリカ、アメリカ来ました、アメリカ来ましたということで、はい、まあね、今、まあ現状、まあ今の時刻、現状時刻、現状時刻、15時12分、8日の、8日のね、あの僕今ホテルですけど、ここの前を人がめっちゃ通ってカーテン謎に開けっぱなしでね撮ってますから。ということで、まあね、今日話していくのは、今ね、顔が疲れてる、時差ボケで顔が、はい、ごめんなさい、進まん今日は、はい、とりあえず、まあ、今ね、アメリカに来て1日経ってから、ダルビッシュさんに会わせていただき、恐縮、非常に恐縮な話なんですけども、すごいな、まあ、ダルビッシュさんに会わせていただいて、はい、ね、あの球場に招待してもらったんですよ。いやすごい、これもまたすごい、ね、やばいっすよね、もう球場に招待してもらったんですよだけで済ましていいのか、よくダメダメ、球場に招待してもらったんですよ、それでよくない、この流れよくない、いや、いいと思いますで、まあね、まあ、一緒にキャッチボールだとか、いやあれやばいっすよ、だってあ最初にあれだ、俺らがちょっとまあ、ダルビッシュさんが所属してるチームの、うん、なんだろう、まあ、グッズ売り場に行って、ね、まあ、爆買いしてたんですよね、はいはいはい、それでちょっとダルビッシュさん会ってなんかもう何でもサイン書きますよって言ってくれて、いやもうそもそも一番最初にこれだけなんか伝えたいんですけど、なんかなんだろう、一切めちゃくちゃすごい人なんですよ、もうこれ大前提として、うん、めちゃくちゃすごい人なんですよね、はい、まずそうめちゃくちゃやっぱ野球っていうなんだろう、人数がものすごいじゃないですか、まあ、歴史もすごいですね、歴史 も人数もものすごい、スポーツの中であそこまで勝ち上がってるというか、なんだろう、大成功されて、人がなんだろう、まあ、僕たちっていうか、まあ清家さんと僕もちょっとね、いやそんなこと全くないです、だって言ったらだってもう世界と戦ったわけですから、まあ関係なくね。まあまあそうそうそう、なんだろう、まあ言っちゃえば僕たちまあちょっとまあ一般ピーボーみたいなところじゃないですか。いやそうですよ、全然ですよ。そうなんですよ。でそれでしかも会ってくれるだけでも奇跡のような話なので、まあ、そもそも連絡取ってくれていること自体がまあすごい話なんですけど。この話1週間前に、うん、遊びに行っていいですかってメッセージを送らせていただいて、いや全然いいですよみたいな。そうそう。いつ来ますかみたいな、やばい、じゃあこの日行きます、了解ですみたいな、そうそうそう、でそれで俺キョキョさんから一緒に来ませんかって、多分そう、もともと僕が野球やってたってのもあって、まあね、本当に多分そういうのもあって、そうです、まあ、誘ってもらえて楽しい、でも俺がもう秒で、はい、行きます行きますっつって、ものすごい話ですよね、いやいい人生だって、1週間前決まって、はい、2日前3日前飛行機取ってホテル戻ってでプッて行って今、はい、もう準備やばい、だから僕ら未だにアメリカで何するか決めてないですから、そうなんですよ、やばいっす、やばいっす、全て合わせてね、あ、まあ、ってことで、まあサインとかも書いてもらいの、そうで、やっぱここで俺ちょっとポイント高いっていうか、言い方もおこがましいんですけど、ちょっとおこがましいっすよ、おこがましい、ちょっとやばい、よくちょっと恐縮なしはなしでポイント高いっていうか、まあ、すごいと思ったところ、感動したポイントです、まあ、ちょっとしたところで、はい、なんだろう、自分たちがこれサイン書いててもらって、うん、書いてもらったじゃないですか、はい、ちょっと待ってください気合いあるんでっつって、はい、言ってなんか、まあ、やっぱ僕たちの分の水を持ってきてくれるのとか、確かにそう
それ、ね、すごくないですか普通に。あれ普通に飲む、普通で言ったらそうなんですよ。めっちゃ飲む。俺らも緊張で、しかもなんか入り口、球場広すぎて入り口わかんなくてずっと走り回ってたんですよ、ね、そうそうそうで、まあそれで、うん、なんかまあ水とか持ってきてくれ、まずその時点で、ね、まあなんだろう、小さいことではあるかもしれないんですけど、はあ、なんかすごいじゃん。そのそれありますね。だダルビッシュさんが僕らのために水いりますって、そうなんかその、その気の使い方がもうそこからまず、いやまず違うんですよ、反省、反省、反省が必要。僕ら反省、もう本当に反省が必要なんですよね。あのね、はい、なんだろうな、反省が必要です。反省が必要、そう、一言で言うと、はい、反省が必要で、その後、なんか球場の、まあ、トレーニング施設だとか、そうですね、なんかいろんな球場、まあ、こんいっぱいなんか練習場があるから、そうですね、つってなんか一緒に回ってくれたりだとか、でここはこういう、そう、はい、なんかこうピッチングするところでとか、はいはい、筋トレするところでっていうのもね、はいはいはい、教えてもらって、まあ、その後、そうでしたね、そうですね、なんか一緒に野球しませんかつって、そう、やばいっすよ、キャッチボールしますみたいな。でしかも、いいっすか、いいっすかつって、グローブ用意してくださってるんですよ。もうしますっつってグローブ持ってきてくれてるんですよね、すでに。ちょっとね、ちょっと、いや本当に反省が必要ね。僕たち反省が必要なんですよ、本当に。もうね、反省が必要です。そのじゃあ例えば、じゃあ僕らが日本で例えばじゃそういう振る舞いを常にできていますかって話なんですよ。 それが別にその初めて会う人でももちろんそうですし、それがじゃあ普段バカなことやってる友達とじゃそういう気の使い方をできるかって言われたら、じゃあ僕はできてるかって言われたらできてない部分あるんじゃないか。できてない部分があるんですよ。その意味での反省なんです。反省が必要なんですよ。なんかそのだって僕らより明らかにもう雲の上の存在の方がそういう振る舞いをしていただいてたんですよね。そうなんですよ。じゃあ僕らみたいな人間がなんでちょっとなんかドヤ顔とかしちゃってんのみたいな。反省が必要なんですよ。友達にちゃんと敬意を払えてるかとか、そういう面ですね。大事。マジで思いましたね。そう。うん、でなんかそれでキャッチボールとかね、あとバッティングもなんかずっとトスしてもらって、そう、やべ、だって僕あの動画撮りながら、うん、まあ、ちょっとねギャグっぽくさあ日本代表究極選手ピッチャーダルビッシュ打ったーとか言ってやってたんですよ。反省した方がいいっすね。反省した方がいいっすね。いやでもあれはやっぱあれでよかった。あれあれでよかった。そういうとこ多分反省した方がいい。反省した方がいいっすね。で逆に、はい、ダルビッシュさんの前だからできたってことありますね。それありますね。で逆に日本帰ってあれやそれやってたら調子のいいなんで、はい、カスオツですね。カスオツなんでダルビッシュさんも笑っていただいてたんで、そうよかったです。Hey. はい、はい、うるさいですかね。食べました。何ですか。なんかミニバーあのドリンクとか。頼むんです。僕も飲んでないですよね。はい。あなナッシング。No? ナッシング。No? Okay. ナッシング。Thank you。レクさんあんまり行けないです。ボードの場合あるんで見て。はい。あの今は正解ですけどガチャって一回来てはーいっつって開けるのが正解です。あの何も行けなけれどもしボードの数が重なるんでワンチャン手順としては一回見る。見て。もう死んでたかもしれないですか。死んでたかもしれないです。今シャラップとか言われてバンって撃たれてる可能性あるんで。確かに。あの大丈夫でした。あの、はい、ミニバー使ったかって言われて使ってないです。使ってないです。はい、以上です。はい、ということで。ということで。まあキャッチボールとかバッティングをしてもらいいの。まあそれもね動画撮ったんでね。そうですね。そちらも見てほしいなと思うんですけど。はい、まあ、その後にね普通にもう。ドライビングをしてもらってね、あのダルビッシュさんの車に乗せてもらって。そうですそんなことありますか。いや僕はマジで思い出せない。すごすぎ、よくわかんなすぎて。いやそうなんです。なんか俺らも言っちゃえば時間で言えば2時間もない出来事だったんですけど。確かにそうなんですよ。だけどなんかもうほんと6時間7時間の出来事のように感じたっすね。ですね。え2時間しか経ってないのっつってホテル帰ってきて思ったっすもんね。うん、確かに
確かに反省が必要、反省が必要、うん、だからいや僕は今回の教訓として、うん、なんだろうな、なんかそのトップの方が、うん、言ったらああいう人格のわけですよ。そうですね、多分行けば行くほどなんですよね、はい、きっと、うん、だから僕ら凡人が、はい、なんかね、なんかいや僕ら凡人ってごめんなさい、いやでも分かんない、いやいや、そうなんですよ、いや、まあ、いいダルビさんと比べたらですよ、ごめんなさい、ちょっともういろいろ語弊、いろいろ語弊あるんですけど、で、そういうのがなんか、はい、僕らがなんかちょっと分かんないですよ、普段 してないですけど、僕ら意識的になんか、うん、例えば偉そうな態度取っちゃうみたいなことってあるかもしれないじゃないですか、うん、で僕とかはライキさんとかはそういうのは ないじゃないですか、まあ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 、だからとか例えば友達は毎回毎日のね喋る友達でもちょっとした敬意を払って尊敬しつつ、うん、振る舞うっていうことが大切なんだってマジで思いました、ね、そうですね、なんかなんだろう、マジで人間の大きさとかいうものをなんか見せられた、見せられたって言い方は違うかもしれないですけど、うん、見たような気がしますね、だからなんかすごいこうなんかなんだろうな、なんかこうちっちゃいことで、はい、例えばちょっとあのいややんないですけど、はい、ちょっときつい言葉を言ってしまったりとか、まあなんか、うん、そういうのってすごくこう良、うん、くないというか、そうですね、よくないじゃないな、すごいこうまあなんだろう、でもなんかダルビッシュさんそのツイッタープロフィールとかに書いたのも、はい、なんか許すことが強さ、ああ見ました見ました見ました、ね、はい、いや俺だからなんだろう、いや確かにどこまでなんだろう、まあ人によって許せる範囲許せない範囲あると思うんですけど、うん、多分ああいう人になればなるほどそれが大きいんですよねきっと、うん、でも僕らは大きい人にならなくちゃいけないですよね、そうなんですよね、はい、じゃあ例えばそのメジャーリーガーだから大きいっていうのも、まあ、もちろんそうだと思うんですけど、うん、大きいからメジャーリーガーになれる可能性もあるんですよね、まあ、そうだよね、逆も逆説が僕はあるんじゃないかな、確かにそれはありますね、いやマジで反省ですね、なんかいや反省が必要だな、反省と学びが多いですね、でしかもありがたいことに明日、はい、そうなんですよ、なんかそのこれ言っていいんですかね、あんま来る方とかあんま言わない方がいいかもしれないですけど、まあ もしかしたらこう写真撮らせていただけるかもしれないですけど、まあ、ね、そこはまあ不正ので、はい、そうですね、まあ何人かね、あのそのかん、まあ、野球の関係者の方とかも来る、はい、そのなんだろう、ゲストのね、まあ、ホームパーティーというのか、うん、普通のまあなんだろう、まあまあそんなようなものにね、はい、ホームパーティーじゃないですか、そう僕たちはもうなんかなんだろう、よかったら明日来ますかぐらいの感じで、はい、マジですかみたいな、そんなことあっていいんですかみたいな、いや本当そうでしたね、そうで二人でね、なんかえいいんすかいいんすかなりますよね、そりゃなりますよ、そうなんですよ本当にいやいいんすかっつって、で明日もね、あ行かせられ行かせてもらえることになったんで、ね、すごいよってことで、まあ明日もねまた行くんですけど、で、これはこの動画はね、うん、自分のチャンネルで今日出そうと思って、今日かもしくは間に合わなかったら明日、仕事の鬼だな、仕事の鬼だなこの人カタ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 って、僕はあのってことで僕らねアメリカでニートするんでね、そうアメリカ行ってニート、はい、これ大事、今15時ですけど、はい、一回寝ますみたいな話してますから、でもやっぱ頑張る、やることやってからですよ、もちろん確かにちょっとね、そうやることがたくさんあるんですね、でもそうなんですよね、だから、まあ、とりあえずね、そういう感じのことをやりつつ、今回ね、あとダルビッシュさんに出てもらったんで、せっかくなんで、まあ、字幕とかもね、まあ、俺、まあ、やったことないんですけど、まあ、ちょっとね、勉強しつつやっていきたいなと。熱い。熱い。って感じで、まあ、このね、まあ、まあ、なんですかね、そのダルビッシュさんに会う前にも、今、飯食ってますみたいな、こうやって携帯、手が打つね、携帯こうやってやって、ね、そのビデオブログみたいな感じで、はい、今、飯食ってます、今、こっち向かってます、グッズ買います、今から見たのね。そういうのもね、もうなんかもう時差ボケでもうね目の周りがね筋肉ない、マジですか、筋肉ないっす、ね、あ手がちょっとタラーンとしてる、ほら本当だ、なんかもう今にも死にそうな人、死にそうな目のしてる、ってことで、まあねそちらもねやって、あでもあれだ、そちらの方もってこれ多分最後だ動画の、あ確かに、だからもうあるわ、あじゃあもう見てまたツッコミから、俺前もこれやったんですよ、あなるほど、これ動画の最初につけたいと思いますって動画の最後に言ってる前もやった、ワロタじゃないですか、ワロタってことで、まあね、あとはあの明日から行った後の、まあ、言うてもまだ僕たちアメリカに2日しかいないんで、あとはね5日間を、なんだろう5日間あんの、そうあと5日間なんですよ、
だからこうやってまた動画撮って濃すぎっすよね。反省が必要だ、反省が必要本当に。だからなんだろう、動画撮ってまたね、アメリカ総集編みたいな感じでまた、ね、上がりたい。ではビデオブログみたいな感じですね。そうですね、うん、まあ要所要所要所っていうか、なんだろう、まあ、今日朝飯食いますとか、はい、まあ、普通に歩いてて、まあ、10秒ぐらいごとに多分切られると思うんですけど、うん、朝飯食います、こんなん朝飯ですとか、はい、まあ、これからあそこ行きます、あ、いい、あ、なんかグランドキャニオン行きます、グランドキャニオン行くんですか、グランドキャニオン行きます、まあ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 、あとはまあちょっと教えてもらったなんか美味しそうな店、ご飯のお店とか、ね、僕ねご飯が好きなんですよ。いや、わかる、だから太っちゃうんですよ、だからデブデブとか言われるんですよそうだからね、ちょっとそうですよね、気合い入れてご飯を食う。そうってことでね、またやりたいと思うんで、そちらもね、まあ多分これに関しては5日後とかにねアップされると思うんですけど、そうですね、まあぜひそちらも見てくださいということで、あと多分キヨキヨさんのチャンネルでも、はい、バッターキヨキヨのホームラン、ホームラン動画が、日本代表キヨキヨ VS ダルビッシュ投手っていうのをしておこがましながら、はい、めっちゃ調子乗ってたっすよ、ウケるマジでバッターキヨ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 っつってまあそんな感じでやっていきたいと思うので、めっちゃ楽しかったな、そちらもねぜひよければ見てください、ということでまた後日動画を上げたいと思います、はい、ご視聴